はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、広沢です。エメラルド中目黒店長の松田です。こんにちは、山崎です。ということで、今回の企画は最近の愛用品9選ということでね、僕たち4人の最近めちゃめちゃ使ってるアイテムっていうのをね、紹介していこうと思います。はい。この企画すごい人気で、毎回1万人以上の方にね、視聴していただいている企画なんですが、今回からさらにアップデートしまして、今回僕たちいろんなアイテム紹介していくんですけど、そのアイテムをフックにして、買い物のポイントだったりファッションの知識っていうのをね、交えてお話ししていこうと思います。最後まで飛ばさずに見ていただけたら、次のね、皆さんの買い物の参考になること間違いなしの内容になっているので、ぜひ最後までお付き合いください。しかもですね、この動画見る前と見る後ではファッションの知識もワンランク上がっていること間違いなしです。はい、ということで、僕の一つ目、こちらジュエルパンツ、はい、今度ねリリースしようかなと思っている、試作品なんですけど、9ヶ月前ぐらいからかな、ここ1年っていうほどではないんですけど、9ヶ月前ぐらいから一番入ってるパンツ、多分これなんですよね。はい、オールシーズン用のパンツで、玉虫色のパンツなんですけど、このカラー、カーキっぽい玉虫色とベージュっぽい玉虫色とブラックもあるんですよ。でブラックもすごいツヤがあって、普通の黒のツヤじゃなくて、なんか本当表現できないような色味のパンツになってるんで、ついつい履いちゃうんですよね。はい、僕今までいろんなパンツ持ってきたんですけど、こういった素材感のパンツ持ってなかったっていうところと、オールシーズン使えるっていうので長期間使えるから何度も使っているっていうところ、その2つあって、高級感も半端じゃないですし、形も大好きなんで、ついつい本当ずっと使ってるなって感じのパンツですね。色味めちゃめちゃ綺麗ですね。すごくない？うん、なかなか見れないんじゃないかなと思いますね、この感じ。マジでこの玉虫色の光沢、動画でどのぐらい伝わるのか伝わっててほしいけど、分かんないですけど、実物めちゃめちゃ高級感ありますね、やっぱり。半端ないと思いますね。まあ、こんな感じで、なんかもう本当王道中の王道のパンツ持っておくのはもちろん大事なんですけど、その次はね、ちょっとね、一癖あるパンツ挑戦していただけると、一気に高円寺のレベルって上がるんですよ。何も考えないで買ってると、基本的に多分トップスとか、はい、アウターとかを買うと思うんですけど、そうじゃなくてパンツですね。パンツの種類増やしていくっていうのが、やっぱファッションの高円寺のランク上げるっていうのはすごく重要で、トップス買いたいのはもう僕も一緒なんですけど、ちょっとグッとこらえてね、いつもと違ったパンツチャレンジするっていうのめちゃめちゃおすすめです。例えば最初黒のパンツ持ってるとして、ワイドパンツチャレンジしたら、ワイドパンツすごいね、慣れてくるわけですね。そうすると次何買うかって、買ったことない人だったら他の買うじゃんって思うと思うんですけど、はい、実際にファッションハマってる人ならみんな納得してくれると思うんですけど、ワイドパンツハマったら次またワイドパンツ買うんですよ。しかもほぼ同じようなもの買っちゃうんですよ、どうしても。なるよね、それも全然いいんですけど、できればね、違うものチャレンジした方がよくて、まあ、こういった玉虫色のパンツなんて持ってる人いないと思うんですよね。こういった感じで違うのにチャレンジしていくと、一気にファッションのランクっていうのがグッと上がるんで、そこをね意識して買い物していただけたらなって思います。じゃあ続いては僕の愛用品一つ目、こちらがベインのリサイズデニムになってます。これが23AW で、はい、受注会で購入させてもらったものになってて、めちゃめちゃ履いてます。デニム好きですよね。デニム最近めちゃめちゃ着てますね。確かにそうかも。デニム履いてるね。ネバホも履いてるもんね。あ、そうですね、そう、今日は今ネバホのデニムを履いてて、でこのベインのデニムと、あと古着の、オーバーオール、デニムのオーバーオール持ってるんですけど、それをパンツとして履いてて、だいたい今その3つでローテーションしてますね。じゃあもうデニムばっかり履いてるんだ。ほぼほぼデニムで、ね、自転車乗るのもあって、スラックスだとちょっと耐久性が怖くて、でデニムを履くことがめちゃめちゃ今増えてます。今このベインのリサイズデニム、リサイズシリーズがね、毎回何かしら作ってますよね、ベイン。まあ今回のこのデニムに関しては、普通のデニムのこの多分真ん中のシーム、内もものところを開いて、そこにもう一本付け足してるみたいなデザインになってて、これがねめちゃめちゃいいアクセントになるんですよね。今までのベインのパンツのリサイズって、めちゃめちゃでかいのを折りたたんでちっちゃくしてくるっていう方向だったんですけど、このシーズンは逆で付け足してリサイズしてる、大きくしたバージョンって感じですね。あとはこの裾がすごい可愛くて、なんかこう色落ちでグラデーションっぽく見えると思うんですけど、実は色落ちじゃなくて折りで、こうだんだん白い糸の分量を増やして、このグラデーション表現してるっていうのが元からなんだよね。そうなんですよ。これがなんかめちゃめちゃやばいことやってるなっていうのと、面白い。そう、なんかね、やっぱこのちょっとなんていうかね、点描みたいなグラデーションの感じの表情がすごい可愛いなと思って、これは前回2月3月ぐらいにやってた受注会でもうバッとオーダーさせてもらいました。毎回買うよね、なんだかんだ。そうですね、ネバホモコ
ネバホーは受注会ではないのか。ではないですね。あ、ネバホーは受注会じゃないんだ、うんうん、ベインとかリッチアイとかトレインメーカーはやっぱこう2日間僕ずっと見てるんで、うんうん、欲しくなるよね。いいなってついついオーダーしちゃいますね。でもやっぱさっきの玉虫パンツもそうですけど、よりねこうデザイン性の強いもの、うん、だんだん素材感違いがあるもので、その次はこういう本当にデザインに癖があるものっていう感じで、バリエーションをどんどん増やしていくと、やっぱりこうコーディネートがね一気にガラッと変わって見えますし、うん、本当に手持ちのトップスが一気に新鮮に見えるんで、確かになんかこうトップスいっぱい持ってるじゃないですか、うん、でその中で着てるやつと着てないやつがどうしてもあって、うん、けど新しいパンツ買ったら、あ、前今着てないけどこれと合いそうって言って、うん、ガサッと奥から出してきたりとか、あるねっていうのがあって、やっぱパンツ買うとねコーディネートが一気に楽しくなりますね。いやめちゃめちゃ変わるよね、うん、今シーズンもうすぐ多分あると思うんですけど、 24AW 秋冬の受注会、うん、ベインがねまた今年もやるはずだというところで、めちゃめちゃ楽しみにしてます、うんうん、彼に行くんでね、ベインアタッチメントは、はいはいはい、ちょっとその兼ね合いでサンプルって全部一つずつしかないんですよこの辺、うん、だからいつうちに来るのかっていうのがギリまで分かんないんですけど、うん、まあ、都合つくと思うんでやるとは思うんですけど、まあ、できないってことはないと信じたいですね、うん、信じたいです。毎回やらせてもらってて、うん、分かり次第告知しようかなと思います。要チェックです、お願いします。続きまして、私の愛用品はシティヘリテージです、はい、うん、この企画をねよく毎回見てくださってる方はまたかよってツッコミ入っちゃいそうで申し訳ないんですけど、本当にちょっと愛用してるんで、ただちょっと違います今回は。今までは、第3弾だったんですけど、今回第4弾シティヘリテージを最近12月末に届いたんで、それは愛用してますと。なるほどなるほど、はいはいはい、ちゃんと違いますよ、こすってないですから同じ新しいやつだね。そうです、そうです、本当に気に入って本当に愛用していることご存知ですよね。見てますからね皆さん。いや僕はもうこれがリアルだって分かってますけど、みんなからしたらさ、大丈夫かみたいな。ヘリテージ愛好家ですか僕は。いや全部買ってるもんね。そうね、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾、そう全部買ってる。すごいよ、すげえ。そう、ちなみに多分ゾゾシリーズも第1弾、第2弾、第3弾、第4弾全部買ってない。皆勤賞でもちゃんと自腹で買ってますからね。制覇してる。多分スビンプラチナも皆勤賞じゃない。皆勤賞、すごい。だどうしてもね紹介するアイテムがそこら辺に偏ってしまうんですよ、ね。まあね、そんだけ買ってたらね。すごいわ本当に。忖度なく本当に着用愛用してるというところで、で、第1弾買った時は割とラインナップがシンプルなものが多かったんで、まあ、そんなコテコテのものとか癖のあるもの当時はそんなに抵抗感があったんで、まあシンプルなものバッて買ってもうベース作っとけばいいだろうと思ってたんですよ、うん、言ってた。ただだんだん慣れてくるとちょっと癖のあるもの欲しくなってくるし、やっぱ周りのおしゃれな人見てるとちょっと人とは違ったワンポイントあるアクセサリーとつけてるんですよね、うん、つけてるね。 そう、そこにねちょっと僕もステージ上げたいなと思って第2弾第3弾と買って、ようやく第4弾が12月末に届いたんです。はい、この、はい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 、ネックレスね、ネックレス、はいはい、ここにも同じものがあるんですよ。バーネックレス、ちょっと引かないでくださいカメラ一番買ってるからね。一番買ってるよね。そう、ちょっとカメラ映ってないから、アイビーリングも。はいはいはい、はい。まあ、これ全部ね、以前出したやつなんで、はい、もう手に入れることはできないやつなんですけど、ね、うん、愛用してるから紹介してくれてると。そういうことですね。はい、第4弾買うときに、はい、第3弾でリリースされていた足付きのですね、はいはい、リングもね、やっぱ欲しいなと思って、追加で購入したというところで、もうアクセサリーの沼にちょっとどっぷり。これは普通買えないんですけど、はい、職人さんとも LINE つながっちゃってるんで、もう勝手に買ってた前のあれ作ってくださいみたいな。オーダーメイドすごいよ、すごいよねこれ本当感謝ですね。特権ですね、もうそれは。そうです、シティというブランド、新潟の職人さん皆さんに感謝です本当に。やっぱアクセサリー複数持っておくと、はい、昔の使わなくなるのかなと思ったんですけど、やっぱ気分によって買いたくなるんで、なるよね、うん、超わかる。そう、ちょっとカジュアルなコーデの時はシンプルなものつけたくなるし、うん、逆にシンプルな時はちょっと癖のあるものつけたいなとか、うん、なんかアクセサリー増えてくると家出る前の今日何つけようかなみたいな、うん、その楽しさみたいな、わ、うん、かりません？めちゃめちゃわかります、はい、やっぱ人生にねジュエリーが一つあると、うん、変わりますよと通販みたいなそれが言いたかったよ、ね、ジュエリーの人一つジュエリーよって話ですよね。なんかタクシー広告タクシー広告で出てて、インスパイアされてこれ言いたいと思って
でも不思議なもので本当に人生の幸福度上がってますから。いやでも上がるよね。だってそう、うん、1日のうちアクセつけて帰宅するまで何時間あるんだと、うん、それ毎日つけられるわけじゃないですか、うんうん、人生において何パーセントをアクセサリーつけてるんだろうって考えるとすごいね、うん、投資効果高いというか、うんうん、はい。山崎が買った、僕の最近の愛用品こちらです。リークストアの中綿ブルゾンですね。オリジナルですか？あ、そうです、オリジナルです。見ての通りミリタリーのレベル7をモチーフにしたデザインなんですけど、エクワックスですね。ですね。かわいいかわいい。で最近個人的に古着熱が浮上してまして、知らなかった意外すぎる普通のそうそうそう、でもそれ古着熱が出てきたのが最近すぎて、うん、それ最近買ったんですよ、うん、12月、うん、はい、だからぐらい、うん、最近毎回来てるよね。来てるですね。でやっぱ時期も時期だから選択肢が少なくて、うん、あそう、でもそういうレベルセブン欲しくて、で探してやっと見つけたのがフリークス、うん、ああなるほど。中綿もプリマルフトだし、あったかいですね。そうなんですよ、いい感じなんですけど。いくらぐらいだったんですか？これ今さっき見たら1万2000ぐらいなんです。めっちゃ安セールってこと？セールで、やば、安すぎる。そうそう、で売ってます。ただまあ値段が値段だから覚悟はしていたんですが、はい、ちょっと生地感が表地感ってことですか？そうそうそうですね、うん、ちょっと頼りないというかシープ。1万2000って考えたらすごいけどね。まあまあまあ、まあうん、めちゃめちゃすごいけど以上ではあるけど、理想では正直なかったっていうのが本音なんで。じゃあ一旦そう、一旦つなぎとしてつなぎとして、みんな興味津々で、なかなか見ないから。これ変えたらよくない？うん、めちゃくちゃいい。ザキさんが黒じゃないの着てるのを見て珍しいな確かにすごく思った。なんか古着っぽいよね結構、うん、やっぱり不満点が出てしまったので、あのやっぱり高い方がいいなって。まあダウンとかコートとか大物ね、ちゃんとしたの欲しいってなるよね。改めて思いましたね。やっぱ僕ユニクロめちゃめちゃ紹介してるわけなんですけど、うん、ユニクロすごい好きだけど、うん、アウターだけはユニクロやだなって人超やっぱ多くて周りに、うん、まあ確かにその気持ちもすごくわかるなって、うん、長く使えますしね、うん、そうなんだよね、うん、ユニクロいくら物が良くてもコスパが良くてもアウターで着てて自分が嫌だって人もやっぱ多くて、あ、うん、所有感的にやっぱ足りないっていうのはあるかもしれないですね、うん。ハイブリッドダウンもねめちゃくちゃいいけど、うん、着て街を歩くと、うん、結構着てる人いるんですよ、ね、ハイブリッドダウンはマジでいるよね。いますね、すごい本当。結構若い男の人めちゃ着てない着てる、うん、ハイブリッドダウン本当多いんですよ。秋冬街に繰り出すと必ず一人見かけるぐらい本当見かける、うん、まあそんな感じでやっぱりアウターはちょっといいもの欲しかったなっていう話でした。コスパはめちゃめちゃ高いでしょ。つなぎとして1万2000円で買えるものではないですね、うんうん。じゃあ続きまして僕行きたいと思います、はい、これ映ってたのかな最初から、うん、シューズ、フットサルシューズと思いきや、はい、実は中の中の中のあ、そっちがおすす愛用品。あ、ちょっとあれですね、これ作ったんですよ、このインソールを自分の足用にっていう話をしたくて、自分の足の形状に合わせてインソールを作ってもらうっていうところで、だからボコ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 してるじゃん。すごいね。あ、本当にそれ自分の足にピタッとフィットするように、ピタッとフィットする、すごいよ。で僕の足の場合は本当はもっとねこっちの方が細いらしいんですけど、うんうん、広がっちゃってるみたいな、はい、で余っちゃってるみたいな、うんうん、でそれを動かないように細く足を正しい形に直してくれてるみたいな感じで、土踏まずのアーチももうちょっと出るようになってたりとか、最初僕これ入れてフットサルやった時違和感尋常じゃなくて、足もなんかね足裏がつっちゃうような感覚になって、本当にこれ大丈夫かなって思ってたんですけど、やり続けてたらもうフィットして、すごい、足にこのシューズがとにかくフィットするようになったんですよ。そうするとこの靴の中で足が動かなくなって、なるほどなるほど、よりやりやすくなったなっていうところ。ちょっと変わり種なんですけど、こんな感じでインソールの紹介しちゃった。最近プレーが上手くなったなそうこういうのもあって、が道具のおかげかもしれない僕もフットサルで足の裏顔ベロベロになったの多分靴が合ってないからなんですよね。足が動いちゃってる、うん、摩擦多分なってて、それめっちゃいいなと思いましたね。今いくらぐらいですかちなみに。なんかねプロ仕様みたいなのにしたんで僕も異常に高くて、ほうほうほう、多分3万とかした。うおー、インソール靴より高い。そうなんかランクがあって選べる、はいはいはい、でも一番下でもそこそこしたよ、1万円とか。もっと下だもっとちゃんと値段表を見てなかったけど、こっちか、
その同じフットサルチームの安藤さんに連れられて行って、はいはいはい、もうノリでやったんですけど、うん、もう一番の趣味なんでここに投資しなくてどうするんだって思って、うん、なるほどね。いやもう本当フットサルにハマってて、うん、もううちの視聴者さんなら皆さん知ってると思いますが、はい、大会に出るぐらいなんで、はい、そうなんですよ、まあ、僕は大怪我をしましたがそのね模様も全部映像に収めてるんで、はい、その大会の結果がどうだったか知りたい人とか、まあ、僕の怪我何がどうなって何とこんなことになってしまったのかとか、はい、全部ね、魂シーンは収録されるんですかねあれさすがにモザイクかもしれない大丈夫かな、ちょっと閲覧注意かもしれないですね。結構やばいかもしれないですね、はい、本当に今車椅子生活なんで、まあ、そのあたり気になる人は LINE 限定動画にしてるんで、もうそろそろ多分出てくるかな。そうなんですが、結構こだわってね、そう、ちょっとね編集頑張ろうと思って今回、うん、今のうちに登録しといていただければ、いずれね LINE 限定動画公開されると思うんで、気になる方はそちらを見ていただければなと思います。そして月1でフットサルイベント、はい、やっていて、僕はちょっと回復するまで参加できないんですが、うん、開催は続けようかなと思ってるんで、ぜひそちらもね皆さんね遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ僕の愛用品2つ目はこちら、シティのブライドルレザーベルトですね。こちらを購入させていただいて、僕実はあのベルト割とイージーパンツあんま履かなくて、ベルトするパンツが多いんですけど、ベルト1本しか持ってなかったんですよね。それめんどくさいね、履き替えるそうなんですよ。でしかもそれがあのリングベルトなんですよね。なんで結構カジュアルで、タックインとかするときにちゃんとこうしっかり見せて使えるようなベルトが欲しいなと思ってて、これを購入させてもらいました。もうタックイントレンドめちゃめちゃ来てるしね。ねえ、うん、どんどん増えてるんで、うん、あとは短丈の服も着ることが増えてて、いやそうだね、今日着てるなんかこれとかもそうなんですけど、めちゃめちゃ本当にこの腰骨、うん、ぐらいの丈感なんですけど、うん、まあ、これ今ちょっと下に長いの履いてるんですけど、これないと本当にチラチラウエストが見えるぐらいなんで、うん、まあ、こういう時にやっぱちゃんとねいいベルト、持っときたいなと思って、うん、これが今めちゃめちゃ愛用してます。うん、まあ、やっぱベルトとかソックスとか見えないところこだわってる人、うん、ファッション業界多いですよね。うん、そうですね、まあ、実際見えるんですけど見せていきたい、見せていきたい。ソックスとか見えるしね、やっぱベルトもだけど、うん、見える。結局ね、なんか見えないなって昔は思ってたんですけど、うん、ちゃんとしたもの持ってると、あ、見えてるし、他の人のも気づくようになるし、うん、所有感満たされるよね。しかも、うんうんうん、見えてなかったとしても、そうですね、ベルトする時とか開ける時とかめちゃめちゃ触るじゃないですか、ベルトって、うんうんうん、そのために感じれるんで、まあいいと思いますね、すごくいいもの持っとくと、うん、これブライドルレザーで、この表面にね、ロウが貼ってあるなんですね、うんうんうん、ブルーム、ブルーム、はい、ついてて、これが使っていくとだんだんこう馴染んで、うん、今割とこう白い部分がちょっと減ってきた、減ってきてるね、感じで最初めちゃめちゃあったからね、結構真っ白ですよね、うん、でこれが全部なくなってからさらにこうどんどん艶が増していくっていうのが、結構あの僕レザーとか素材結構好きなんで、うん、そういうところもめちゃめちゃいいなと思っております。なんかヌメ革とかも好きだし、経年変化系好きだよね。そうですね、うん、まあ、古着であのクタッとしてるのとかも好きなんで、それを今から作っていけるっていうのはめちゃめちゃ、うん、それもテンション上がりますね、うんうん。続きまして、僕の愛用品2つ目はこちらです。何だと思いますか？アクセケース。アクセサリーケースですね。問いかけが。そうです。これもすいません、シティで買わせていただいたアイテムなんですけれども、これもめちゃくちゃ今気に入って愛用してて、うん、もうアクセケースなんで、アクセサリーをこう並べていくわけですね、うん。ちょっと今ないんで、写真でバンと出してもらったら。うんうん、かっこよくないですか？めちゃめちゃいいですよね。そう、いいですね。なんかもうインテリアとして、うんうん、はい、置けるっていうのがすごく良くて、なんかアクセサリーをつけてない時も楽しめるっていうのが、うんうんうん、アクセケース買ってよかったなって代用していると、うん、あと朝出発する時にここに平置きできるのがアクセサリーを、うん、どれつけるか選びやすいんですよ、うん、あ、パッとね、見て選べますね。うん、これが手に入る前まではなんか机の上に置いてたりだとか、うん、洗面台の上に置いてたりだとか、あ、バラバラだったのね。そうそうそう、なるほど。もう宝探しがいろんなあれどこ行ったってなりますね。で、紛失することも嫌がらせなくしちゃったんですよ、まあ、そうだよね。そうなんですよ、すよね。アクセケースあると紛失もなくなるし、まあ、朝はどれつけようか選ぶ楽しさみたいなのもあって、すごい愛用してるって感じですね。ただあまりにもアクセサリーが増えてきて収まらなくなってきた、はい
どうしようって思ってた時になんとですねこのタイミングでこれですよ、はい、おうおうおまとめさんの術中にハマってるわけですよ平沢君の挙動を見て考えるさすが何作ろうってどんずばできてこのタイミングでアクセサリー増えてきたタイミングでおアクセサリーケースですよ、うん、かっこいいこれ、はい、これどういうめちゃかっこいいですね、はい、どういうアイテムですか、アクセサリーケースになっててキットをね、レザーで作ってるスウェードのレザーで、ね、組み合わせたケースなんですけどポイントとしては僕めちゃめちゃアクセ持ってて平沢君持ってるわけなんですけどさっきのアクセケースかっこよかったんですけど収まりきらなくなっちゃって僕はこれを3つぐらい持ってて場所によって置いてたんですけど置く場所の限界が来始めたんで、はい、縦に詰めるようにしようと思って重ねられるアクセケースを開発しています、うん、すごいよくないですかいいっすよねいいですね多分ここまで出てきたうちの関係のやつで全部買えないやつ確かに紹介したんですけどこれは今度出るやつなんで、欲しい人はチェックしといたら、購入できるはずです、うん、これ MLR に置きたいですね確かに置こっかこれ、うん、置いた方がいいね置いた方がいいですよねなんか本当お店ジュエリーショップとかのこのケースっぽく作ってるんで、相当かっこいいと思いますねやばいですこれ続きまして山崎の愛用品こちらですダゴリアンキャップはい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 ということで、個人的にキャップ意外とかぶってまして、うんうん、たまに、うんうん、もうずっとニューエラのキャップを愛用してたんですけどそうだね、何飽きが来てしまうはいはいはいで、ようやく探してこれ買ったっていう流れなんですけど、やっぱりキャップってあるといいですよねめちゃめちゃいい、ほんと便利ワンランク上がるというか、顔もちょっとおしゃれになった気がしちゃったりして、雰囲気ますよねそうですよね、これ実はローキャップでちょっと浅めなんですよね、そうですねで、これまで個人的に浅いの似合わないなんて思ってたんですけど、かぶってみたら意外といけるなみたいな、やっぱり小物好きでも、なんかまだ自分の中で抵抗感ある部分があったんだなっていう再確認ができつつあそれはでもマジでわかるかも、あるよねありますよね似合わないとかほぼなくない結局まあそうなんですよ ね, すよね客観的に見ると全然いいよって思うけど、自分でブレーキかけてることって多いですねめちゃめちゃ多いと思う小物顔周りは特に確かになかなか踏み出さないですよね、はい、平沢君見てるとそれめちゃめちゃ当たる踏み出せないものが人はそう人の目気にしいなんで結局メガネ買わないし確かに結局帽子買わないしでもね実はちょっと買ってるんですよ激安のメガネで1日かけていらないやみたいな典型的な失敗パターンに入っててこのチャンネルでいろいろ学んでるはずなのにねまだ買い物失敗ありますねこのチャンネルでこれはまずいっていう動きをしっかりやってくるのが平さん逆に確かにあんなに言ったのになんか、990円の GU のメガネ買ってきてこれなんだと思うって出てきてなんかちょうど多分自由の中でも変なの買ってたちょっとひねったのを買っちゃっためちゃめちゃおもちゃみたいなの私何これわかんないの自由で買ったんだけどもうつけませんそれ宣言すね歩きながらいきなり言われてえってあの2分ぐらいしかつけてないでしょ失敗しました意味が分からないやっぱねちゃんとあるんですね投資した方がいいアイテムそうじゃないアイテムまさか値段に釣られますよね釣られちゃうんですよ失敗は成功の母ということで、はいはい、やっぱチャレンジする前よりは少しおしゃれになったかな、と思うので、いいですね必要な失敗だったと、はい、これ誰の回だっけまたまた撮ってるキャップキャップキャップあザキさんの回かチャレンジ話が広がりましたね、うん、実はシティでもキャップ作ってるんで平沢さんもついに手に入れられますねやるかいやメガネも結局買わなかったからあそっちかもうこれよこれこれは追いつかないよなんかやっぱ平沢君見てるとすごい勉強になって、うんうんうん、後回しにするものが本当わかるああ確かに靴とかメガネとか帽子とか、うんうんうん、でやっぱトップスは買ってるよね確かに、うん、こんだけ学んでるのに買ってるんですよやっぱり確かにだからもう本当わかりやすい帽子多分買わないと思うからいいなって言いながら通り過ぎて
そうですね、うん、後回しにしなかったアイテムはでも成功してますわ。そうだよね、はい、本当そう、うん、ニューバランスのスニーカーとかアクセサリーとかワイドパンツとか、うんうん、じゃあその成功体験から、うん、そうですね、次こそは、うん、ちょっとチャレンジ精神失ってたね確かになんかアクセサリーとか結構抵抗ある人も多くて後回しにするようなアイテムだけど、平沢くん割とすぐすんなりいきましたね。そうですね、アクセは前からつけてたからか。いや、そこでも以前はつけてないです。あー、そっか、はい、でもそれは行ったんだね。なんでですかね。バックも結構行くよね。バックも、あー、でも顔周りのアイテムなかなか行かないね。あ、そうかもしれない。顔周りの変化強いからね。帽子メガネは相当変わるんだね。あ、そうですね。絶対あった方がいいですよ。確かにそうですよ、みんなつけてますもん。絶対あった方がいい続きまして僕行きたいと思います。こちら昔リリースしたエアロゲルのね、リモンタとエアロゲルを使った高機能中綿ブルゾン、モンスターブルゾンになっています。死ぬほど着てますもう毎日かもしれないぐらい着ちゃってますね、うんうん、超使ってますね。めっちゃ見る。結構驚愕のあったかさで、 YouTube ライブこの前やった時コメントも来てたんですけど、これは驚いたって、はい、僕も自分で驚いて、新潟の大雪の日に行って一人だけ全く寒くなくて、うん、これがもう一切持ってないんですよ。自分で驚めっちゃ驚いてました、ね、驚愕して想像以上にあったかいってちょっと怖くなっちゃって、これ暑くてクレームくんじゃないかなって思って、その時みんなに連絡してやばいかもしれないみたいな、で怖かったんですけど、結局ジップで開け閉めでみんなちゃんと調節してくれてみたいで、僕もそうだったんですけど、よかったよかった、大丈夫っていうのと、蒸れはしないんですよ、この素材なんで意外と平気だなっていう。その時も暑かったわけじゃなくて、新潟で大雪なのに寒くないってことはちょっとやばいかもしれないって思っただけで、実際暑いって思ったわけじゃなかったんですけど、それぐらいすごいですね。すごいな、本当作ってよかったなと思ってます。で今年はこれとジャッカルウールのねステンカラーコート2つリリースして、はい、その2つで戦っていこうと思ってたんですけど、ジャッカル冷静に考えたら来年もまたやるんで、また工場行きになっちゃってて、ないんですよジャッカル、着れないままだから、これほぼ毎日着てるって感じですかね。で、まあ、高機能素材の相手を持っておくと使用頻度ね高まるんですよ、スリープラチナムとかも着心地いいからついてきちゃうじゃないですか。確かに、そうすると結果的にコスパもいいし、所有感も高まるし、満足度もめっちゃ高くてテンション上がるんで、高機能素材でしかもちゃんと高級感のあるアイテムね、買うっていうのはとてもおすすめですね。QOL 爆上がりするなって思います。いや、そうですよね、なんかね、どうしてもね見た目のかっこよさで洋服って選びがちですけど、機能性ね、そう大事なんですよね。買う買わないはやっぱ見た目、その後着る着ないは見た目もかっこよくて、なおかつ機能性もいいもの、着やすいなって思ってますね、っていうところもあって、エアロゲルで今年も実は作ってまして、こういったモンスターブルゾンではなくて、今度シャツ型のパデットシャツみたいなね、表地リモンタナイロン、中をエアロゲル、そういった作りで、表地も高級だし中も高機能だしみたいな、でめちゃめちゃでかいシャツを作ってます。シャツだけどもコートじゃんみたいなのを作ってて、だからこれよりでかいか、もっとでかいですね、っていうのやろうかなって思ってますね。ということで僕たちの最近の愛用品9選ということで今日ご紹介してきたわけなんですけど、まあ、ほとんどちょっともう今じゃ手に入らないようなアイテムでしたが、一部アクセケースだったり、ジュエルパンツだったりとか、今度リリースする予定のアイテムもありますし、そういうのが気になるって人は概要欄にあるリンクからね LINE 登録していただけると、その服を着た僕のコーデだったり日常の動画を出したりする LINE 限定コンテンツがあったりとか、はい、今回の動画の途中で出てきた、フットサルの大概の様子とか、それも LINE 限定コンテンツとして、まあ、実はね LINE 限定動画ちょくちょく頑張ってるんですよ、はい、毎月数本出してると思うで、そういうのも気になるっていう人はね、ぜひねそれ見るだけでも全然無料なんでね、見ていただけたらなって思います。なんかお客さんの中にはね、YouTube の通常動画よりも LINE 限定動画の方が好きですって人もいてくれますか、そうコメントくれる人いますね、LINE に返事くれたりとか、まあ、LINE 自体お問い合わせ機能としてもね機能してるんでね、使えるんで、わざわざストアで問い合わせるのめんどくさいとかっていう人のためにもなってるかなと思うんで、そういう人もぜひ活用していただけたらなって思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。Bye-bye.